県柴田地域振興局の農村整備部長だった男が、落札予定価格を建設会社の役員などに漏らした官製談合事件。後半で農村整備部長だった男は、過去の人たちもやっていたと聞いたと話し、県が柴田地域振興局の元農村整備部長から聞き取りを進めていました。その結果、官製談合防止法が施行された2003年以降、部長を務めた9人のうち7人が予定価格などの秘密事項を漏らしたことを認めました。動機について、入札が不調になることを恐れた、自分の心が弱く断れなかったなどと話しているということです。一方、組織的な関与については、その7名全員がですね、引き継ぎをしていないということと、誰にも言っていないという、聞き取りの結果からすれば、それぞれの部長が個人の考えで行っていたんだというふうに考えています。聞き取りをした部長は全員退職していて、退職後5年以内は手当の返還などを求めることができるとしていますが、聞き取りによる証言だけでは難しいということです。一人の公務員として、やっぱりその守るべきものを守るときに、その困ったときにやはり誰かにこう相談できるっていう、そういう文化なり風土は作っていかなきゃいけないですよね。県は入札監視委員会の機能を強化するなど、入札制度の見直しを4月から順次進めます。